ピッピー、皆さんこんばんは。チャキタン携帯のチャキです。僕は今小木伏漁港に来てます。で、ここはちょい投げでカジカで、遠投でカレイが狙うということで、今回はカジカとカレイを狙っていきたいと思います。で、あとで翔さんとメさんと合流して続けて思います。ではレッツフィッシング。ドンコついてました。ドンコしかいないのかな。カジカ釣りたいんだけど、カジカ、今日カジカ狙いです。けど、なんだ、はい、フィッシュしました。はい、ドンコ、ドンコ多いな。フラーでドンコ。フィッシュ、結構大きい、大きい何か、結構引っ張るな。おー、なんかいい方の見えてます。はい、いい方のソイ釣りました。え、ソイいたんだ。はい、ソイ、え、何センチ。はい、ソイの身長が28でしたね。いたんだ。おお。はい。どんこでした。どんこどんこどんこ、そうですね。置いといたら、ソイ釣りました。はい、こまえ、こまえを見ました。こまえ、こまえ見える。はい、こまえ、こまえ釣りました。こまえいるんだね。ドンコのダブル釣りました。ウグイは餌です。餌にします。はい、タコトコ釣りました。
でっかいカジカ釣れました。カジカ、はい、釣った魚、釣ったカジカ、ちょっと口を出して、で39だね、9センチです。はい、多分赤いんで、多分沖から来たと思います。沖からね。はい、ウユイかと思ったらこちら、はい、こちらデカコマイ釣りました。でかいよ。待って、コマイ34センチ。いるんだね。すげえ。はい、またでっかいコマイ釣りました。多分30センチぐらい、35あるかな。はい、なんだ、普通に、よし、赤原に食ってきた。やばい、ピーってなってますけど、はい、ソさん結構いいウグイ釣りました。はい、ちょっと暗いですけど、はい、いや大丈夫、はいはい、釣りました。多分大丈夫。はい、釣りました。皆さん動画を見てくれてありがとうございます。次回もよろしくお願いします。はい、カジカ釣りました。おお、すげえ。お、結構でかい。はい、コマイじゃないですかそれ。はい、ちゃうか、コマイか、はい、コマイ釣りました。おめでとうございます。